オッケー、行きましょう。ズドン、これで300。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。さあ、桜木人でーす。はい、ということでね、今回もモンスターハンターライズやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。で、まあ、この動画シリーズはですね、ハンマーを中心に、モンハンライズの攻略を頑張っていくっていうシリーズになっております。なので、まあ、ハンマーのね、使い方、解説など、まあ、いろいろやっておりますんで、ぜひですね、これからハンマー使ってみようかなとか、あとハンマー使いの方、チャンネル登録、高評価、励みになりますんで、よろしくお願いします。はい。ということで、今回も頑張っていきましょう。おーし、やるべ。まあ、この装備見るからに地雷臭プンプンするんだけど。まあ、仕方あるべ。で、今回もね、イベントクエスト来てるということで、まあ、こちらをね、やっていくんですけど、こちらですね。もう、みんな待ってたよ。みんな待ってたよ、このクエスト。いぶしまきひこ単体の常設クエストということで。いやー、待ってた待ってた。じゃあ、見ていきましょうか。クエスト詳細がこちら。配信日10月15日金曜日ということで、風神再臨、いぶしまきひことの討伐ですね。まあ、ちょっとね、まあ、イベントクエストなので強化されてはいるんですけど、まあ、炎元の前座みたいな、いぶしまきひこが、ただちょっと時間伸びちゃったかな、みたいな感じかなと思います。ちょっと舐め腐ってるんですけど。はい。まあ、動き自体はね、強化されてるとはいえ、うん、変わんないと思うから、まあ、着実にね、しっかり勝っていきましょう。目的地が竜宮砦跡と。で、参加受注条件がハンターランク8以上ということで、瑠璃厳守狙えますし、これ、いぶしまきひこってどうなんだろう？主じゃないから百竜チケットくれないのかな？一応さ、百竜夜行常設モンスターだったじゃないですか。なので、まあ、くれると嬉しいよね。で、ギルドマネージャー五国様と、鬼人用、いぶしまきひこが竜宮砦跡で発見されたデゲコ。幸いにも、まだナルハタタ姫との開口は果たしていないデゲコが、何やら尋常でない気迫を感じるデゲコ。くれぐれも用心して挑むデゲコ。ということで、まあ一応、強化個体となっております。行ってみましょうか。で、まあ、今回の目的は、普通にいぶしまきひこやるだけじゃね、面白くないということで、どうせなら、ナルハタタ姫との開口を果たしてやりたいということで、ナルカミシリーズとなっております。で、こちら、深淵の風つぶしということで、こちらですね、百竜スロットが風神竜の魂つけておりますんで、まあ、ナルカミシリーズの装備数に応じて、こちらの性能が上がると。初めてね、これ一式装備したんですけど、何が上がったと思うこれ。防御力ボーナス30になっただけっていう。切れ味上がってほしかったな。造成なら。ハンマーで使えるのこれだ。回避性能と破壊を。あとは、ランナーぐらいか。あ、体術も使えるか。まあ、4つかな。それ以外はゴミスキルですね。一応、抜刀技使えんのか、俺。わかんないけど。うん。抜刀技もね、今作ちょっと弱くなりましたからね。で、まあ、こんな感じでいいかな。よし。こんな感じで行きましょう。よし、OK。あ、これ頭外した方が良かったかな。まあ、一応一式だから。一応、まがいものとはいえ、ナルハタタ姫の化身になりましたから。行ってみましょうか。はい、到着。はい、来ました。いぶしまきひこですね。はい、やっていきたいと思います。で、今回の作戦なんですけど、まあ、ちょっとね、気持ちよくなっていこうかなということで、まあ、なかなかね、面白いのを、思いついたんで、それをやっていこうかなと思います。はい。ということで、まずはね、ちょっと怒らせていって、その攻撃をね、頻繁に、起こさせていただけないといけないんですけど、ここが、ああ、違うな。ちょっとこいつ難しいんだよな。一回回転して、回転して、あれだよな。あれなんよ。あれあれうるせえんだけど。回転してからの、このためにが入る。あれなんよね。方向回避なんよ。で、スタンを取っていく。こいつはですね、初期のスタン値が結構、
あれで、あれあれうるせえな。初期のスタンチがね、結構低いのよ。なので、まあ、ため2が2回ですか、今。ぐらいで、まあ、1スタン行きましたね。はい。で、ちょっとね、上昇率が、まあ、結構高くて起こっていく、ここ。はい。回避性能活かしていきましょう。多分ね、今普通に回避性能ついてなかったら当たってたわ。で、乗る場合は、どこかな？ここか？うん。ここが一番破壊しやすいかな、体感的に。体感的に。RTA やる方とかも、多分ここが一番おすすめかなと思います。石もね、一番通りますし、はい。あ、まだ残ってた。アップね。まだ残ってたわ。はい、としましたら、今回ね、ダッシュブレーカーを持ってきた。おっと、来てくれないみたいですね。待ってたんだけど。で、爆弾も持ってきた。はい。で、何をやるか分かるな。これだ。おっと、うわー違うんだって。あれで爆撃をしていきたいんですよ。いけるのかな、これ。あ、これは飛ぶ。これは飛ばされると。なるほどね。OK! 乗ったぞ。乗りましたね。ちょっと回復しないとダメージがきついけど。まあ、さすがね、なんか気迫がどうとか言ってましたから。まあ、さすがにダメージは高いのかな。これ行きましょう。 OK、 なんかひるんでいく。ここはインパクトクレーターチャンスですね。はい。おいおい、危ねえ危ねえ、胸元当たってよかった。危ねえ。あれですよ。今脳内再生で Windows の起動音が流れたわ。再起動しました。はい、ということで行きましょう。他の攻撃が欲しいですね。それはいらないな。それじゃないな。竜巻出るやつ。まあ、それも竜巻出るんだけど、それだとね、あんま美味しみがない。これか？よいしょー！いいねー！これ。これがちょっとやりたかった。やりたかったけど、なんかあんまり迫力ねえな。ちょ、よく見えなかったっていうのが範囲かな。よく見えなかったっすね。よし、尻尾でひるんでいく。落ちていくが、このダッシュブレーカーだからな。脇の下いける？これいける？あ、引っかかるね。ダメだね。じゃあこれ腕狙いましょう。腕、一応腕も弱点ですからね。はい、ということで落とし物警察しまして、まあ、こいつはですね、まあ百竜夜行でしか行けないということで、素材がね不足しがちよ。まだね、弾がもう一個欲しいのよ。まだ一式作れてないのよね。実は。ハンマーの強化に使っちゃったから、弾が出ねえ。で、こっちはね、ここら辺かな？うん。あ、乗れ。OK。ここですね。まあ、ちょっと離れちゃうんだけど、まあ、なんとか。これ、バリスタ2回ほど当てれば爆発しますので、OK。あと1個、2個、1個。2個か。あ、2個は。やべや、3個あった。やべ。回避。危ね。はい。というような感じで、おお今、彗星が飛んでいきましたが。よいしょ。マジモンの彗星飛んでいきましたが。さあ、どうでしょう。これはいけるんじゃないか。いけ、ああ、飛ばされるやつ。飛び乗っていく。よーし。これはスタンですね。一回回転入れましょう。1、2の3。よいしょ。これ間に合わないな。間に合わねえな。やべ。おっけ、危ねえ。危ねえ。で、破竜砲が出ましたとな。出ましたとな。これは気持ちよくなりたい。うわダメだ。うん、ちょい間に合わなかった。足一つですよーい。はい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 。これ来る。これいける。回避してからのスタン。OK。からの、もう一回。よし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 。
意外とね、このなんかライズのさ当たり判定なんかちょっとおかしいのよなんかね、当たってる時と当たってない時とかあって、まあハンマーなんて特にね、あのためにアッパーがね、あの明らかに映像で当たってんのにダメージ判定出てない時あって、当たり判定どうなってんだっていう話なんで、まあ、逆もあるからね、まあ、逆もあるんだけど、あのこれ当たってなかっただろっていう時にラッキー当たりしてる時も結構あるのでまああの、まあ、全て悪いとは言えないのですがまあそのね、使ってしまってるあたりね。でもですよ、でもさすがにさ、あれよもうちょっと判定きつくしてほしかったな。ハリウホー行きましょうか。ちょっと遅れたが行きましょう。ズドン、これで300ダメージ連続、オッケー気持ちいいんじゃないか。これは今のは気持ちよかった。今のはさすがに俺も気持ちよかったよし、でこれいけないけど、どっかに当たってくれ。よし、オッケー。でこの噛みつき攻撃はどっちもね、あの巻き引くを、ナルハタタ姫どちらもあの頭側ですね、頭側で避けるとあのいい感じに回避できますので、ストンと OK。 おい、で今回ちょっと回避性能があれですね、活かせてませんね。ちょっと回避が下手くそすぎて申し訳ないですけどよいしょ。あ、まずい。おい、これこっち側に飛んであげて、胸元、失礼。これは普通にスタンプ打って、もう一撃加えて回避かな。あ、飛べなかった。飛びたかった。そしたら、よいしょ、爆発していく。ここは、乗れる？あ、乗れねえじゃん。え？さっき乗れたよね。さっきなんかで乗れたんだけど、あれ？ちょっと判定がおかしいですね。そこにさ、そこにあのさっきダッシュブレーカーで行ったら乗れたよね。うん、微妙な判定なんだな。まあ狙っていきましょう。よいしょ。まあ、胸元の風袋が多分一番柔らかいんですけど、それ以外言ったら頭なんですよね。これは吹っ飛ぶか。吹っ飛ぶ攻撃はインパクトクレーターもさすがに避けられないということで、まあ、ちょっと残念。もう何でもかんでもいけるわけではないのがね、ちょっと残念なんですけど。さて、何か兵器はないな。じゃあ、ここら辺だったかな。ここら辺な気がすると。あ、もうちょいずれた。よし。で、やっぱここは安定するわ。あ、壊すな、ここだ。よし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 。リロードしていけ。あと1個ぐらい残ってなかったか？大丈夫か？なんかすげえいいダメージ出てんだけど。おい、激流層が来ました。うん、来てないね。OK。じゃあ、ここはダッシュブレーカーで決めていきたい。よいしょ、風袋に当てて一時離脱と。これはこれ吹っ飛ぶ攻撃はだから避けらんねんだっつーの学びませんね。 OK、 ナイス。狙われた。中の人見ますねこれこのいぶし巻き以降中の人見ますね。うん、これ遂げる、遂げそうじゃねなんかこの距離遂げそうじゃね。遂げ終われ、オッケー。よし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 、これで乗っていきの頭を殴っていくからの尻尾失礼。さて来ました。わあちょ、早いよ、心構えできてないんだから。まずい、こっち来て胸元ドッカン。あ、これ直線で回避すればいけるな。よいしょ、で頭を狙っていくと。はい、まあもう大体の攻撃見ちゃったからな。あとなんか楽しめそうなとこあるか。一応これやっといて、これをフレーム回避したいが、
よし、乗った。うん、あ、ここだな。あ、叩いてから、どこ行った？叩いてからだな。よし、スタンですね。よいしょ。OK。あと、胸元壊しときましょうか。弾が欲しいので。多分、ここをやると、あれですよね。弾出るよね。で、ナルハタタ姫と違ってさ、なんていうの？あの、弱点ずっとさらけ出してくれてんのはいいよね。よいしょ。これ300ダメージいけるか。おうおうおお、いいダメージだが、流星群来るな、これ。2つ余ってる。2つ余ってるから、まあ、避け方としてはこれですね。まあ、これで避けると。はい。このかける虫最強ですから、この世界においてかける虫が、あの、生態系の、あの、食物連鎖の頂点に立っていますから、フレーム回避。おわっと、ナルカミシリーズの解説でもやるか。ちょっと暇だから。ナルカミシリーズはですね、多分だけど、チャージアックス、すげえ合うんじゃないかな、みたいな、思いますね。はい。終わっちゃったんだけど、チャージアックス、かなり合いますよね、これ。高速変形入ってるし、なんか、攻撃も入ってるし、ということで、はい。上行きましょう。上行ったところでなんだよな。上行ったところでダメージそんなに変わんないから、まあ下で安定して殴った方がダメージ出るっていう、まあ説もあるんだけど、どうせなら上行きたいっていうね。まあ、ただの、あれですよ。で、尻尾が来るから、まあ、ため合わせてあげて、腕か。よいしょ。さて、落ちたな。これ、胸元破壊狙えるか。ちょっと頭に座れたが、ここで狙っていきたい。で、青ゲージ出ましたね。まあ、意外と時間かかったが、技が来る。あれもないと。あれもないということは、まあ、頑張らねばなるまいということだな。はい。ここか。まあ、効率よく狙っていけばいけるんだろうけど、まあ、どこでもね。ちょっと俺には難しいんだよね。バリスタ自体がそんなに得意ではない。あと1個残ってる。あと2つか。おっと、おい、危ねえ危ねえ、ね、狙いどこ狙ってんだ状態だったけど、どこ狙ってんだ状態だったけど、まあ一応当たんなくてよかった。よし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 、あとはもう削るだけみたいなとこあるから、フレーム回避。よしよし、こうだな。分かった、分かったぞ。ここのタイミングだ。で、これ多分間に合わない。 OK。まずい。これで、これ飛ぶじゃん。尻尾来るじゃん。尻尾来たら、もう、腕に一撃加えるじゃん。で、ここで、回転行くか。ため変化すんの忘れてた。一撃目で与えた方がいいのね。わかったわかった。で、ここは縦さん行きましょうか。よいしょ。で、ため変化しといて、まあ、尻尾にくれてやると。はい。あとは、お、来た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 。ダッシュブレイカーからの、飛んでからの、あ、おい、気持ちよくならせてくれ。よし、ターゲットクリア。危ねえ。危ねえわ、マジで。あ、これ手かわいい。手かわいい。あね、俺ね、カイオーガ好きなんですよ。グラードンとカイオーガっつったら、まあ、どっちかっつうと俺カイオーガ派なんだよね。まあ、グラードンもかっこいいんだけど、なんでポケモンの話してるんだっていう。まあ、これ、カツシカイオーガに似てね。もう色という、この、後ろ足といい。可愛いですね。まあ、とりあえず素材はうまいですね。まあ、常設クエストで、まあ、このぐらいのタイムで、まあ、回れるってことは、まあ素材集めは結構楽になりましたね。あと、まあカムラチケットか、百竜チケットはもらえないみたいですね。で、まあクリアタイム17分、いいんじゃないかな。まあ遊んでたしいいんじゃないかな。はい、ということで今回はイベントクエスト風神再臨ということで、いぶしまきいこ一等の討伐ですね。ついにいぶしまきいこ単体のクエストが来たということで、これ待ってた人いっぱいいたんじゃないの。俺もね待ってたから、まあ多分いっぱいいたと思うよ。
これ快挙ですね。みんな万歳してる。コロンビアしてるからみんな。はい。で、まあ今回ですね、まあダメージがね、結構上がってたかなっていうところあるんですけど、まあナルハタタ姫とダメージ並んだかなみたいな感じでね、まあ適正価格ぐらいにちょうど良くなったんじゃないかなみたいな個体になってましたね。これなかなかちょうどいいレベルだと思いますね。いいですね。で、あと今回ね、ダッシュブレイカーでずっと遊んでたわけですけど、まあなかなかね、スタイリッシュな感じになりましてたんで、まあ皆さんもダッシュブレイカーで遊んでみてください。ダッシュブレイカーで竜巻乗るのすげえ楽しいわ。というような感じで、まあ今回ね、こんな感じで終わろうかなと思います。今度が面白かったらぜひチャンネル登録、高評価励みになりますのでよろしくお願いします。今後もね、ハンマーの動画上げていきますんで、まあ、ぜひね、よろしくお願いします。ということで。で、まあ、コメント、リクエストもね、常時募集しています。動画の感想、何か言ってほしいモンスター、クエストなどあれば、コメント欄の方に気軽にね、書いていってください。まあ、書いていただけると、すげえやる気出るんでね、よろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ次の動画で、またお会いしましょう。バイバイ。